2009年ヨーロッパグランプリは2009年 F1 世界選手権第11戦として2009年8月23日にバレンシア市街地コースで開催された。正式名称は2009フォーミュラ1テリフォーニカグランプリオブヨーロッパ。フェラーリは前線のハンガリーグランプリで負傷したフェリッペ・マッサに代わりテストドライバーのルカバドエルがおよそ10年ぶりにグランプリ参戦となった。 ルノーは、ハンガリーグランプリ終了後、ネルソン・ピケから、ロマングロージャンにドライバーを交代することを発表。気温摂取30度、路面温度摂取44度の条件下で予選が、スタート9-1今回およそ10年ぶりにステアリングを、握るフェラーリのルカバドエルを先頭に各社がアタックに入る。トロロッソのセバスチャン・ブエミが、トップタイムをマークするが、その後、マクラーレンの兵器。 小原来年、ウィリアムズのニコロズベルグ、マクラーレンのルイス・ハミルトン、ブラウン GP のルーベンス・スバリチェロ、ハミルトンの順にトップタイムを更新していく。残り3分で、ウィリアムズの中島和隆が14コーナーのエスケープゾーンでマシントラブルにより、マシンを止めてしまう。残り1分で、ノックアウトゾーンにいた、レッドブルのマーク・ウェバーが5番手タイムを出し、代わりに、 ブラウン GP のジェンソン・バトンがノックアウトゾーンに落ちる。しかし直後にそのバトンが4番手タイムを出し、今度は中島が16番手に下がり、9 1敗退が決定。その他、フォースインディアのジャンカルロ・フィジケラ、トヨタのヤルノ、トゥルーリ、トロロッソのハイメ・アルグエルスアリ、さらにバドエルが19番手から1.5秒、離され、最下位で9 1敗退となった。 急に気温摂取30度、路面温度摂取47度、湿度64%まず、フェラーリのキミライコネンが138.823、ターゲットタイムをマークする。その後、バリチェロ、バトン、コバライネン、ロズベルク、バリチェロ、ハミルトンとトップタイムを、どんどんと更新していく。残り5分を切り、トップのハミルトン以外の14台がアタックに出る。ルノーは2台とも、 ノックアウトゾーンにいたが、残り3分を切ったところで2台ともピットに戻り、もう一度コースに出る。残り時間がなくなり、アロンソは最終アタック第2セクターまでタイムが伸びないが、第3セクターで挽回し、なんとか8番手に滑り込む。この結果、BMW ザウバーのニック・ハイドフェルド、ホースインディアのエードリアン・スーティル、トヨタのティモ・グロック、ルノーのロマングロージャン、トロロッソのブエミが 急に敗退となった。急三気温摂氏30度、路面温度摂四46度、湿度 65%BMW のロバートクビサがターゲットタイムを出し、ハミルトンが139.498とトップタイムを更新する。他のチームはカーズを搭載しているマクラーレンを牽制する展開となり、結局このままハミルトンがポールポジションを獲得。位に コバライネンが入り、マクラーレンがフロントローを独占した。ハミルトンは去年の中国グランプリ以来のポールポジションとなった。気温摂取31度、路面温度摂取47度、湿度56%タイヤは、マクラーレン、フェラーリ、BMW が、ソフト、ブラウン GP、レッドブル、ウィリアムズ、ルノーがハードを選択。スタート後、上位3台は、 順位が変わらないが、ライコネンがカーズを利用し6番手から4番手まで順位を上げる。5番シュスタートのバトンは8番手まで順位を下げた。後方では、ブエミとグロックが接触。コーナーではさらに、トゥルーリとグロージャンが接触。この影響で、グロージャン、トゥルーリ、ブエミがピットイン。1周目のコーナーでバトンがショートカットしたことから5周目に。 バトンがウェバーに順位を譲る。トップのハミルトンは軽い燃料のためにファステストラップで2位以下との差を広げていく。上位陣の先頭を切ってハミルトンが16周目にピットイン。ソフトタイヤのままコースに復帰し、6番手でコースに戻る。同じ周回でベッテル、首サもピットイン、ベッテルはハードタイヤのままコースに戻る。次の周回で小払い年。 アロンソ、そして、ベッテルが再び、ピットイン。ベッテルは大きく、順位を下げる。前が空いた、バリチェロ、その後ろライコネンが、自己ベストのペースで周回を重ねていく。19周目にライコネン、バトンが、ピットイン。次の周回で、バリチェロ、ロズベルク、ウェバーが、ピットイン。バリチェロは小払い年をかわして、コースに戻る。22周目に、スーティル、 ハイドフェルドがピットイン。24周目に入り、ベッテルがエンジントラブルによりリタイア。28周目にグロージャンとバドエルが同時にピットイン。しかしピットロードを走行中にバドエルがグロージャンに前を譲ってしまう。さらにピットアウトの際に白線をカットし、後にドライブスルーペナルティを課せられてしまう。 37周目、ハミルトンがピットインするが、ミスコミュニケーションにより、タイヤが準備できていなかったために、ピットストップに13.4秒かかってしまう。ここからバリチェロが、ファステストラップで追い上げる。38周目に、小原愛念がピットイン。39周目、中島の左リアタイヤがバーストするが、なんとかピットまで戻る。 このアクシデントでのセーフティーカー導入を見越し予定より、早めの40周目にバリチェロがピットイン、ハミルトンを逆転してコースに戻る。同じ周回でライコネンもピットイン、コバライネンを逆転してコースに復帰する。6番手のコバライネンが燃料を積んでいるためにウェーバーとバトンのペースが上がらない。42周目にアロンソとバトンがピットイン。次の周回で、 ロズベルクとウェバーがピットストップを行うが、ウェーバーはここでバトンに交わされてしまう。第3スティントではハミルトンがバリチェロとの差を縮めるが、追いつくまでには至らずそのままチェッカーを受ける。バリチェロは、フェラーリ時代の2004年中国グランプリ以来5年振りの通算10勝目、フェラーリ以外のチームで初めての優勝となった。2位、3位にはハミルトンとライコネンが、 ハンガリー GP に続き連続表彰台となった。以下、4位、コバライネン、5位、ロズベルク、6位に、母国グランプリとなった、アロンソ、7位にポイントリーダーのバトン、8位に、首差が入り、ここまでが、ポイント獲得。コンストラクターズ2位のレッドブルはベッテルが、リタイア、ウェバーが、ピットストップのタイミングで逆転され、ノーポイントとなった。ありがとうございます。